ヘレーネ・フィッシャーは、ドイツの女性歌手、シンガーソングライター、女優、ダンサー、エコーショー、バンビなど、数多く受賞している。1100万枚以上を売り上げ、ドイツ人女性歌手の最多売り上げ記録を持つ。代表曲、アーテム・ロース・ディ・ヒダイナハトは、2014年に、ドイツで最も売れた曲となった。ロシアのシベリアの中部の都市クラスノヤルスクで、 体育教師の父ピーターとエンジニアの母、マリーナ・フィッシャーとの間に生まれた。彼女の父方の祖父母は、国会ドイツ人であり、カザフスタン・シベリアの強制入植地に送られた人々であった。1988年、3歳半の時に彼女は、両親と6歳の姉と一緒に、西ドイツのラインラントップ・ファルツ州のベルシュタインに移住した。学校を卒業した後、 フランクフルトステージミュージカルスクールに3年間在籍し、歌と演技を学んだ。この間、彼女は、ダルムシュタット国立劇場、及びフランクフルトのフォルクスシアターのステージに出演するなどした。2005年5月14日に歌手デビューする。最初のテレビ出演は、ドイツのテレビチャンネル ARD の番組で行われた歌手フロリアン・シルベレーセンとのデュエットであった。 2010年6月7日に最初の英語アルバムザ・イングリッシュ・ワンズをリリース。本作は有名なドイツ人プロデューサー、作曲家、アレンジャーのジーン・フランク・ファーターによってプロデュースされた。2013年1月、彼女はドイツのテレビシリーズダストラウムシフで女優デビューをした。2013年10月4日、ドイツでアルバムホビンシャ・ピールをリリース。 アルバムは、ドイツ、デンマーク、オーストリアで5日後に、プラチナ認定を受け、これまでに240万枚以上を売り上げた、フォビンシャ・ピールは、過去10年間の初週セールスで、ドイツの女性アーティストで、最も成功した作品となった。キャリア初期の頃は、もっぱら美しい歌声で飲み知られて、いたが、本作を皮切りに激しいダンスやサーカス風のショーを取り入れたコンサートを行うようになった。 アルバム収録曲、アーテム・ロース・ディ・ヒダイナハとは、ドイツ語圏において大ヒットとなり、彼女の代表曲となった。この曲を、オーストリアのウィーン警察官が、勤務中に車中で歌う動画が、YouTube に投稿されるなど話題にもなり、2014年にドイツで最も売れた曲となった。2014年にツアー、2015年には大規模なスタジアムツアーを行い、 ベルリンオリンピア・スタディオンで12万人の前でコンサートを行った。2015年11月13日、クリスマスアルバムバイナクトンをリリース。2枚組 CD で構成され、1枚はドイツ語とドイツ語の方言、2枚目は英語で歌われている本作はドイツとオーストリアのチャートで1位になり、130万枚以上を売り上げた。2016年ドイツ語版のディズニー映画、 モアナのタイトル曲、ハウハーアイル5を担当した。2017年5月12日、8枚目のアルバムであるセルフタイトル、ヘレーネ・フィッシャーをリリース。オーストリア、ドイツ、スイスのアルバムチャートで1位になり、オランダとフランダース・ベルギーでトップ10入りした。ドイツでは最終に30万枚以上を売り上げ、ヘルベルト・グレーネ・マイヤーの2002年のアルバム、メンシュ以来、 最も多く売れたアルバムとなった。ドイツとオーストリアで9つのプラチナを獲得し、現在まで両国で100万枚以上を売り上げている。2018年6月、彼女は2度目のスタジアムツアーを開始し、ドイツ、スイス、オランダ、オーストリアで公演し、160万人を動員した。ショーではシルク・ドゥ・ソレイユと一緒にパフォーマンスを行った。 2018年のホーブスの世界で最も稼いだ女性歌手で8位にランクイン。現在ドイツで最も成功している英語圏以外の歌手の一人である。ヨーロッパで知名度が高い。彼女のファン層はドイツ、オーストリア、スイスだけでなく、ベルギー、カナダ、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イギリス、フィンランド、アメリカ、ニュージーランドにまで広がってる。 これまでに17回のエコー賞、ゴールデンヘンネ賞を7回、クローネデルフォルクスムジーク賞を4回受賞している。彼女のアルバムと DVD は複数のゴールド及びダブルプラチナを獲得している。彼女の歌は人々の日常の悩みや悲惨さを物語るものが多い。音楽的には異なるもののカントリーミュージック的と表現できる。コンサート ヘレーネ・フィッシャードイツ生活情報満載ドイツニュースダイジェスト www.newsdigest.de.2021 年6月13日閲覧ホーブス氏2018年最も稼いだ女性ミュージシャントップ10を発表バークス2021年6月13日閲覧ありがとうございます